おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、1月10日の朝7時の相場解説になります。まずはこの1時間足を見てください。1時間足で、注目するべき点なんですけども、先日ですね、ここイランの攻撃がありまして、そして緊張が高まる中、報復攻撃はしないよというトランプさんの発言でですね、ぐーっと安心感から相場が戻っていきました。その後ですね、さらにぐーっと上がっていって、昨日の時点でですね、ここでの相場解説をしましたね。ここから第2仮説に変更するよって言いました。第1仮説はどういう仮説かっていうと、もっと緊張と不安が高まって下にドカーンとね、落ちていくんではないかなと思ったわけなんですよ。円高に向かうんではないかなと思ったんですけども、緊張が解けた途端、円安の方にね、向かっていったということでございます。こういうふうにね、上の方に向かっていきましたね。はい、それで、結局ですね、何が起きたかというと、第2仮説でエントリーするよといったこの辺りから今日に至るまで、ここまでね、しっかり取れましたよってことでございます。これはどこに起因するかというと、ここなんですよね。ここの、抵抗からぐーっとゾーンが引けるわけですよ。で、そこまで、上がっていくと。で、ここで壁に当たったんで、ここで、利確が進んで、緩やかに横ばいから、少し下がって、もうお分かりですよね。N の字を書くように、さらに上昇の方に、何もなければ、世界情勢何もなければ、こう向かっていくんではないかなというところでございます。昨日のね、動画の方、ちょっとご覧ください。3日前に申し上げた、第2仮説の方に向かっていったかなってことです。ということは、第2仮説はここまで、上昇していく向きがありますんで、もう一発伸びるのかなというところで、一回買いでね、入っていこうかと思います。これはだからおそらく、これ1時間なんですけど、はい、いかがだったでしょうか。それではですね、次の時間軸行ってみましょう。まずまたデイリーから、1日足から行ってみますね。これはどういう足かというと、こう下がってきて、ここがきっかけになって、こういうふうに上がっていくよっていうところと、あとフラッグが崩れたんですけども、こういうふうな形のね、フラッグがありましたよね。崩れたんですけども、さあまたですね、ここから急上昇して、昨日、おとといと、ものすごく、上昇していきましたよね。で、こちらの方から、またね、こう上昇トレンドの流れに入ってくるということでございます。これはこういう風な流れにね、入ってくるかなというところです。だから一回調整が入っても、またね、これデイリーですけども、こういう風に買いで支えられていくんではないかなというところですね。で、4時間足見てみましょう。4時間は、こうですね。ですんで、ぐーっと下がった後、N の字を書いて、こう下がっていくと。さらに、イラン、アメリカ緊張が高まると、下の方にぐーっと向かうんではないかなというふうなね、この完全なる N が完成するという第一仮説だったんですけども、緊張は緩和され、このゾーンの上に来たので、もうね、上昇上昇上昇ということでございます。で、そして新たなるゾーンが、ちょっとここから取ってるゾーンがありますけどもね、この辺のゾーンで考えていくこともできますね。そうすると、また N の字を書いて、これが、110円の方向に向かっていくということでございます。これがね、当面の仮説になります。どん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 上昇上昇って感じですね。はい。さらにこれが1時間足でございます。今直近ですよね。これはすごい、買いの流れだったんですね。ぐーっといって、ぐーっといって。で、ここで調整が入ったんで、私はここで昨日ね、買いに入りましょう。ここまで取れますよっていう風なことを先ほどのリプレイ動画でも申し上げてますけども、お話したんですよね。これが N が今度はここに N が完成したわけですよ、こっちの方に N が完成するんではなくて、こちらの方にね、 N が完成して、まんまとこれが取れましたねってことでございます。昨日私と同じような解説じゃない、エントリーされた方はしっかりと取れているんではないですかね。最大でね、40ピップス昨日は取れてると思いますよ。私は40も取れてないですけども取れてないですけどね。でも、そこそこ、32、3くらい取れたかなってことでございますね。だから昨日は、4万円弱の利益幅ですね。今年はね、この相場解説を見てる方にも、勝っていただくってことなんで、こういうふうなところを、実際にここでエントリーして、ここまで稼ぐよっていうところもお見せするんですけども、こういうのはね。
ただ、ね、基礎的な用語が入っていたりとか概念が入ってないと怖くてできないですからね。やっぱ基礎固めはしといてください。私の解説で、あ、なるほど、確かになって思えるか、それとも何言ってるのか分かんないし不安だなって思うかっていう差はここに出てきます。あ、確かになって思えるようだったらもうね負けないと思います。もしね確かになって思えないようでしたら、まだ基礎が入ってないんで基礎の暗記と反復を繰り返してください。それでは本日は一旦以上です。一旦ですね、この1時間足調整が入って、それから N の字を書いてさらに上昇に向かうということだけ申し上げておきます。それでは以上です。